どうも、ハンサムクロージです。今日はアイスを食べたいと思います。食べます。なんか美味しそうなのいっぱい出てました。ピノ、ジャポネのダブル抹茶練乳黒蜜、ソウの新しいやつ、グレフル&グレフル、セブン限定のチョコミント氷。じゃあまずピノから食べていきましょう。ピノー。ババーン。めっちゃ綺麗。あ、ハートとかなんか星とか入ってなかったけど、うまそう。香りがめちゃくちゃいいです。ブドウの香りが強めですね。でもカシスの香りもする。いただきます。めっちゃうまい。あ、うまっ。めちゃくちゃうまいです。これぶどうチョコレートのコーティングされてるんですけど、プチッと潰すと中からねジェラートがねとろっと、うまっ。あと3箱食べれますねそんくらい美味しい。あー美味しかった。チューハンサム、これ超えれるかなと。じゃあ次、ハーゲンダッツジャポネのダブル抹茶練乳黒蜜。ジャポネは美味しいですよね。とろりー、すごい黒蜜がドッパーっとかかってます。綺麗です。すごく宝石みたい。すくいますよ。ちょい溶けぐらい、あ、ちょうどいい感じや。わー、なーにこれ。わー、綺麗。黒蜜抹茶アイスで下に練乳ですかね。こちらもこういう感じ。うわ、下が練乳だ。うまそう。おお、もう美味しそうです。いただきます。うん、うまい。うまっ。練乳挟んでの抹茶なんだ。黒蜜抹茶練乳抹茶、これダブル抹茶。ああ、なるほど。で、上の層と下の層の抹茶が違う。なんかね、上の層の方が緑が薄くて下はすごい濃い感じ。豊かなコクが楽しめる抹茶アイスクリームとさっぱりとした後味に仕上げた抹茶ソルベを組み合わせた和の贅沢を表現したアイスクリームデザートです。2種類の抹茶が一つになってて、しかもその間に練乳があると。さらにその上には黒蜜。練乳も黒蜜もそこまで甘すぎなくて、さっぱりと苦味と甘みが楽しめるアイスクリームでした。あの、欲張りなんで僕は、これにお餅が入ってたら最高ですね。まあ白玉的なものがポンって入ってたらもう最高オブ最高。だからキューハンサムかな。いやー最高、楽しいわ。アイス最高だよ、ほんと。はい、じゃあ次。なんとかなんとかいいでしょ、なんたらかんたらいいでしょ。バラパパラパッパララパラパパパ You are my そう。ソウのグレープフルーツ味、グレフル&グレフル果肉入り。でもこのソウが初めて出た時はびっくりしましたね。うん、まっと思って、ほんと目を丸くしたの覚えてます。スカイが僕好きだったんですけど、これソウ出たらスカイ大丈夫かと。スカイなくなりましたね。ほとんど見ないですね。たまに売ってると買っちゃうけどどうでもいいか。そんな、じゃあ開けましょう。スカイ、スカイじゃない、ソウ。なるほど、まあいつものソウみたいな感じですね。あ、でもなんか前ソウってこう斜めに開けるイメージあったから正面になったんですね。いつからだろうただちょっとプッチョみたいにこうつぶつぶが若干見えますね、奥に。すくいますよ。あ、あ、やばい。真っ白ですね、ほんと。この断面見てもらったらちょっと果肉うっすらね、見えますね。いただきます。酸っぱ、うまっ。あ、でもミルキー。うん。こんな感じの果肉が入ってます。結構でっかい。あ、あ、果肉がシャーベットみたいに噛むとシャリシャリってしてる。すっごい美味しい。ありがとう、そう。ごちそうさまでした。相対的にね、こう見たときに、まあ、ピノめっちゃうまい。ハーゲンダッツもめちゃくちゃうまい。なると、まあ、そうはね、8ハンサム。果肉もね、すごい。果汁のシャーベットみたいなのが細かくいっぱい入ってるって。しかも周りのアイスクリームのシャリシャリよりもちょい固めなんで、食感としてね、主張があって、とっても美味しいなと思いますよ。はい。ただやっぱまあ、ミルクアイスじゃないですか。グレープフルーツとミルクってどうなの？二つのグレープフルーツの二種類使ったってことに、結果として味の方に効果がどれだけあったのかっていうのは微妙なところかなと。そこがね、気になったかな。じゃあ最後いきます。セブンのチョコミント氷。僕ね、チョコミント食べたことないですよ。一回くらいあるかもしれないけど、もう遥か昔、本当もう5歳とか6歳とか、お菓子でもチョコミント味は食べたことない。もう食わず嫌いみたいなとこあるんですけど、なんか怖いじゃないですか。僕パクチーも意識して食べたことがないんですけど、それなんかこう、もうすでに世間の評判として好き嫌い分かれますみたいな。ダメな人は全然ダメです。好きな人は好きだけどみたいなものって怖くて。開けますね、とりあえず。すげえ！うわ！あ、僕、
好きですけどね、この匂い。すごい、こんなに練乳がついてると思わなかった。びっくりした。でもチョコチップみたいな入ってて美味しそうですけどね。あ、いい匂い。いい匂いってなっちゃってる。はい、じゃあちょっとすくって食べてみましょう。ど真ん中、いや端っこの方。あ、うわ、ちょすくいすぎました。すごい、こんな感じです。見た目はすごい爽やかですね。緑色と黒と、味は分かりません。こんな感じで、あまり普段食べないような色合いだから分かんないですね。怖っ、ちょっと怖い。うん、まあ、ミントとして考えるとすごいいいよ。じゃあいただきます。ああ、なるほど。ああ、ミントだけだとあれだけど、ちゃんとチョコ入ると結構うまいから。うん、食べれるけど進んで食べない味ですね。なんかしかもスースーすっからすごい爽やか。なるほど、ミントの香りがガンときて、チョコの味もしっかりあって、でそれとね、この練乳、ミルク、うん、練乳がこう絡み合ってね、甘いけど清涼感のあるアイスクリームな、ラクトアイスだな、いやかき氷だなと思いました。まあまあ美味しかったです。そこまでね、チョコミント僕好きじゃないかもしれない。普通です。普通なので、まあ7ハンサム、僕の評価はね7ハンサムです。チョコミント好きな人はすごいいいかもしれない。僕としてはチョコがすごいたくさん入ったチョコミントが多分好きだと思います。まあでも新体験、食わず嫌いはあるけど食べれないものそんな多くないので、いろいろ挑戦していきたいなと思いました。梅干しはダメだけど。はい、というわけで今日は4つのアイスを食べました。一番美味しかったのはピノです。ぜひ皆さん食べてみてください。まだの人は、僕のこのチャンネルの視聴者の人も食べてると思いますけどね。以上、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。今日見てくれて本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。ハンサムクロージュでした。バイバイ。